めぐっぺです。皆さんは最近どんな本を読んでいますか？毎回シーズンごとに気になる英語本、英語教材を取り上げていますが、今月は英語の勉強法についていくつか気になる本があるので、そちらをチェックして紹介したいと思います。で、今回は私が気になった英語の勉強法についての本のチェック並びに紹介なんですが、今現在読んでいるのはこの脳が認める外国語勉強法 Fluent Forever という本です。最近読み始めたところなので、読了したらまた改めて紹介したいなと思っているんですが、本の発売自体は1月の下旬なので少し前ですね。この本が気になったポイントとしては、以前に何度か脳を効果的に使って記憶する方法なんかも紹介していることもあって、この脳が認めるというところがすごく気になりました。本の内容としては、著者のガブリエル・ワイナーさんという方がオペラ歌手だそうなんですが、オペラ歌手として活動する上で外国語を習得する必要があって、その学習をする上でいかに早くマスターできるかということで試行錯誤した結果行き着いた方法について書かれています。で、このガブリエルさんが学習法をいろいろネットで調べた時に、外国語の学習スピードを大幅に加速させる方法についてはたくさん出てくるのに、それらを一つにまとめた学習方法がなかったということでこの本になったようです。最速で外国語を学ぶためのキーポイントや入手すべき教材とか、あとは発音の習得方法など含めて、外国語を勉強していると気になってくることなどが詳細に書かれています。まだ読み始めてから浅いですが、前日のように脳を使って勉強する方法というのに最近ちょっと興味があることもあって、本を読んだ中で気になったところとしては、記憶の5原則というところです。具体的には、脳の忘れるフィルターを突破する、できるだけ楽をする、思い出すと忘れない、忘れる直前に思い出す、過去の記憶を上書きするなどなど、そそられる言葉が並んでいます。例えば、脳の忘れるフィルターを突破するにおいては、以前単語を覚えるときにイメージしながら覚えると効果的ですよというお話をしたことがあったんですが、この本では、単語を忘れないようにするには、単語の構造、音、概念、単語との個人的なつながりを紐付ける必要があるとされています。私の言うイメージというのは、この4つの中だと3つ目の概念や4つ目の個人的つながりというところに該当しますが、単語を覚えるにはこの4つのレベルで処理をする必要があるということで、なるほどなと思いました。ちなみにこの概念というのは、ただ単語の意味だけではなくて、例えば誕生日っていう単語を覚えるとした時に、誕生日だけを覚えるのではなくて、誰それさんの誕生日は何月何日だというふうに覚えた方が、こうイメージとして覚えやすいし、他にはこう写真を見ながら単語を覚えると、その写真と単語で合致するので覚えやすいということだったり、個人的つながりだったら、誰か新しく知り合った人の名前を覚えたいという時に、その人の名前と映画の主人公の名前が一緒だったら、まあ、それと結びつけて覚えてしまうといったようなことです。他に単語の構造とすると、単語のスペルや単語の長さだったり、音というのは発音などのことです。著者が言うには、まず音から学ぶと単語を覚えやすくなるということです。この点からすると、日本はまず文法から入るというところが多かったので、難しく考えてしまう癖がついて、日本人は英語が話せないというところにつながってしまったのかなという気がしました。ガブリエルさんも日本語よりもフランス語の方が習得しやすいと言っていますが、実際留学時代フランス人のクラスメートの方が英語の習得は早かったイメージがあるので、こちらもなるほどなという感じがしました。余談ですが、このガブリエルさん、2017年には日本語もマスターされたそうなので、一度習得すると他の言語にも応用ができる方法なのだなという感じがします。この先どのようなことが書かれているかはこれからなんですが、自分自身の勉強経験とも比較しながら読み進めたいと思います。と
ということで、今回は私が気になった英語の勉強法の本ということで、こちらの脳が認める外国語勉強法について紹介しました。気になった人はぜひ本屋さんでチェックしてみてくださいね。めぐっぺでした。またね。